しゃ。じゃあ帰るよ。じゃあ帰る。まず今日4イニング投げましたけれども、4回を投げるということはいつ言われたんですか。昨日の夜、三ヒアの件があって急遽行ってくれないかっていうことを山下さんから言われて、昨日の夜をやりました。今日ほぼ抑えられた一番の要因、本人は何だと思ってらっしゃいますか。何も考えず、そのヒット打たれたらどうしようとか、フォアボール出したらどうしようとか考えずに、もう全力で打者に迎えたので、それが一番いい結果につながったのかなと思います。大塚コーチからは、2年前とは大違いだねって、よく投げたよっていうことを言ってもらって、監督からもナイスピッチングと肩を叩いてもらったので、嬉しかったです。自分で一番、この2年で、4年目になりますが、成長を感じているところっていうのはどういったところですか。成長全体です。です。お疲れ様です。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今日は何かお祝いされたりって、その選手の人からもおめでとうだったり、ファンの方からも多くの、メッセージとかいただいたのですごく嬉しいです。チャタンでまた誕生日を迎えられるっていうのも2回目、はい、2回目ですね。はい、ですね。どうですか。初めてかもしれないです。初めてですか。はい、去年は、2年前はチャタンスタートになったんですけど、誕生日前に読谷と合流して、読谷のメンバーと名古屋帰ったので、なるほど、今年は初めてです。チャタンで一軍完走になりそうですけど、はい、どうですか、気持ち的には。そうですね、やっぱ試合とかもいい結果が出せるので、このまま食らいついて、はい、支配下登録をつかみ取りたいなっていう気持ちがいっぱいです。今やってきたものはそのまま続けていけばいいかなって思ってるような。そうですね、もう欲を出さずに今のまま行ったらいけると思うので、はい、欲を出さずに地に足つけて、はい、頑張りたいなと思います。この2年チャタンスタート、チャタンでのキャンプ2回目ですけど、はい、なんか気持ちの変化があったってこの中込みでも言ってたじゃないですか。どういう変化になるんですか。やっぱバッターに対して強く向かっていく姿勢とかがやっぱ全然去年とか2年前とかとは全然違うと思うので、そこがやっぱ成長したなとは自分では思います。自分に向いてるよりも相手に向いてるというような感じですか。そうですね、必ず抑えてあるっていう、はい、自分との勝負にならないでやっぱしっかりバッターと勝負できてるので、それがいい成績になっていると思うので、はい、そこが良かったなと思います。名古屋帰ったらどういったところを目標にしてやってきますか。そうですね、キャンプ終わってすぐ支配下登録っていうところを目標にしてやっていきたいなと思います。21歳になりました松木田です。去年もたくさん応援していただきありがとうございました。今年は支配下登録をつかんで名古屋ドームで、バンティンドームで投げる姿を、ファンの皆様に見せれるようにこれからも頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ名古屋帰っても頑張ってください。はい、頑張ります。おっす。誕生日は同級生高橋宏人君には、はい、どんなお祝いを。朝、毎朝一緒に行ってるんですけど、あ、そうだみたいな感じで言い出して、急に曲流れ始めてハッピーバースデーのなんか歌詞が出てくる曲を結構流してきて、サプライズみたいなおめでとうとか言って、その後にどこでですか。ここ普通に球場向かってくる、車の中でですか。いや、歩いて行ってるんで、その道中に音楽流し始めて、サプライズみたいな形で祝ってもらいました。はい、支配下活
取れば一緒にこう先発としてやっていく相手でもありますけど、はい、どうですかそのあたりは。そうですね、やっぱあのヒロトをやっぱり超えないと僕もその中には入っていけないと思うので、やっぱすごいで終わらないように超えるぞっていう強い気持ちでやっていきたいなと思います。 YouTube 入っちゃうんですか。 YouTube 入っちゃいます。うわ、梅津さんと共演できるのか夢のような時間だ。髪型大丈夫ですか。髪型大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。これは、これは、いや、いつもイケメンなんで大丈夫です。いつもイケメンなんで。そう、ずれた考えを持って出たこれ。ちょっとずれてまた出ましたね。またいじりましたね。髪のことをこう、もう気にしなくていいじゃないですか。もうドライヤーだって梅津さんがドライヤーをやってる時間僕は練習してますから。もう投げ込みでもできます。待って待って待って、これがドライヤーしてる間だよ投げ込み。リュウちゃん、あ、間違えた、リュウス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 。数日会いましたけど、2人の後輩はどういう風に映ってますか。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。リュウちゃん、あ、間違えた、リュウス、リュウス、リュウス。みさん、順番だ、リュウちゃんとリュウちゃん。あんま舐め取ったら怖い、今のは怖い、舐め取ったらって。加藤さんにそれぞれが中地さん、松木さんが中地さんを紹介する、中地さんが松木さんを紹介する、どんな人なのか。松木ですか。もう変なやつです。どんなところが変なやつですか。いや、面白いです、めっちゃ面白い。はい、まあ、いろんなことがありましてね、はい、はい。